さんお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、脇本さんと郡司さんが相手のレースでしたけど、はい、でまあ、先行ベースにっていう感じだったんですかね。そうですね、先行ベースに考えて、はい、まあ、もうすぐ幅広く考えてましたね。まあ、腹くくってかけてご自身の中で感触とかいかがでしたか。そうですね、まあ、一番理想的な形になれたんですね。まあ、初手とか、ね、シャバンとかはちょっときついなと思ったんですけど、まあ、その中でも、まあ、こう自分のイメージ通りいけたんですね。まあ、脇本さんの連勝がこれで止まって、堀田さんの先行があったからなのかなっていうのは。そう、まあ、そうですね、レースの兼ね合いがあるんですけど、まあ、こう脇本さん何をしても飛んでくるイメージがあったんで、その中でね、まあ、こう倒せたっていうのは得るものがあるんですね。はい、太田さんも ああいう形の選考ってそうそう多くはないかなっていう中で、それでしっかり柏野さんと2人で勝って、まあ、2敗出たっていうのは。そうですね、多くはないんですけど、あれもね、こうできるようにはこう考えてたんで、まあ、こうああいう感じが決まりだして、一つ武器になったかなと思って。準決勝、そろそろタイトルもね、はい、まあ、ちょっと近づきたいですね。はい、また、はい、2日頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。